眼科医の平松です。今日はあなたが一生見える目を手に入れるためにどうすればいいのかについてお話ししようと思います。目のいろんな病気あなたは抱えているかもしれないです。はたまた、病気というほどではないけど近視強かったりとか目弱いんだなって思った時、それでも一生見えて生活できればいいなって思うじゃないですか。そのためのコツっていうのがあるんです。実際に、患者さんの中でも100歳超えても、綺麗な目をして、でかつ、視力とか、視野とか保たれて普通に一生涯を過ごされる人っていうのはいます。一方で、40とか若くして目がこれ40の割にはすごく目としては弱くなっちゃってるねっていう感じで、より加齢変化が強くなっちゃう人っているんですね。すると、普通はね、白内障手術って、70とかでするのに、40でしましょうだとか、目のいろんな病気が出てきて普通に悪くなっちゃうだとか、視力とか視野とかが普通に悪くなってしまうってことが起きうるわけです。じゃあそういう人たちの違いは何でどうすればいいのかっていうことをお話ししたいわけですね。で、病気に対する対処をしましょうっていうのは、それぞれいろんな動画で、緑内障にこうしましょうとか、色素変性症にどうでしょうとか、白内障にどうでしょうとか、そういう話はしてるので、病気そのものっていうよりは今回お話ししたいのが年齢そのもののダメージを抑えましょうって話です。つまり例えばね、何にも病気がない人でもやはり普通に年齢で目って弱くなったりしてしまうもんなんですよ。で、それを抑えてあげれば、病気が仮にあったとしても年齢分抑えきることによって、普通の同じ年代の人よりは見えますよとか、見える状態を維持できるってことがありうるわけなので、年齢変化で目ってやっぱちょっと悪くなるんだなって知っていただけるといいかなっていうふうに思いますと。じゃあどういうものが年齢変化を引き起こして目を悪くしていくんですかっていうことですね。当たり前ですけどそれが年なわけですけども、その年って何なのってことですよ。つまり年齢を重ねて、じゃあ70歳だったらみんな同じように悪くなるわけじゃないじゃないですか。じゃあどういう人が悪くなるか、もうこれは基本なので、何度もお話していることとして、例えば紫外線がありますよね。目の光に与える紫外線というのはちょっとダメージを与えてしまうっていう部分もあります。さらには目の使い方っていう部分もあるわけですよね。とりわけ、手元を見る作業が多かったりだとか、すごくこう近視がお強い方っていうのは同年代のやっぱり人に比べて目が悪く老化現象を引き起こしやすい傾向があるわけです。これもやはり好ましくないわけですね。さらには、糖尿病、高血圧などの、メタボリックシンドロームなどと言われるような、いわゆる体のね病態になってくると、非常にこう年齢普通よりは悪く年を取ったかのような状態になっちゃうんですよ。代表的なのが糖尿病ですよね。糖尿病の方って、白内障とかを、結構早めにやられる、40、50でやんなきゃなって人もいらっしゃるんですよ。それはなんでなのっていうと、糖尿病っていうのは血糖値が高いわけですね。血糖値っていうのは血管の中を流れている、いわゆる血液のエネルギーみたいなもんです。だから必要なものではあるんですね。血糖値ゼロだとそれは命に関わってしまうわけだから。じゃあその血糖値が高い、これが何が問題なのって、だって必要なものじゃないと。高すぎると、血液の中のエネルギーが多すぎて、ある意味ヘドロのような状態になってしまって血管にこびりついて血管を壊したりだとか、してしまう。あたまた血管が詰まるような状態を作ってしまうっていうのが、糖尿病の問題なんですよ。でもそれって目そのものにはあんまり関係なさそうだと思うかもしれないけども、その血流の悪さっていうのは目の、例えば白内障にも影響するわけですね。白内障の周りって血管ないんですよ。だから血管が悪くなったって、血管がない、レンズのところに、血流が悪くなるって周りが悪くなるわけでしょ。あんま関係ないじゃんって思いきや、やっぱり間接的にダメージを与えてしまうっていうことが起きやすいわけですよね。というように白内障、網膜、神経、一通りが、糖尿病とか高血圧によって悪くなるっていうことがあるわけです。
で、これは決して糖尿病があれば高血圧があればとは限らないで、いわゆるこう血糖値高めだけど糖尿病じゃない人、血圧高めだけども高血圧じゃない人、まあね、診断治療を受けてないとか飲み薬を、ね、出されてないって人もいると思います。そういう人も要注意なんですよ。あと結構皆さん勘違いしてるのが、いや私はね血糖値のお薬飲んでて今血糖正常ですからとか、いや今ね血圧正常なんですよ、あじゃあお薬飲んでないんですかっていうと、いやいや高血圧のお薬ね、まあ、ずっと飲んでるんですけど、これはダメなんですよ。つまり薬飲んじゃダメってことじゃなくて、高血圧の薬を飲んで正常になってる人、糖尿病の薬を飲んで正常になってる人っていうのはやはり何もしないで正常な人に比べるとやはりダメージは大きいわけなんですよね。だからもちろんね、食生活や運動生活だけで全部がね、正常値に持っていけるわけじゃなくて、それはあなたのせいじゃないって部分もあります、あるんだけども、あなたにできる部分もあるわけなので、血圧は、まあ、正常範囲内、ね、できる限り抑えて いくように、まあ、食生活とか運動とか、まあ、そういうのは、あとストレスね、ストレスが特に良くないんだね、気をつけてほしいし、まあ、糖尿病であっても食生活ね、あとはバランスとか、食事量とか気をつけていただく必要があるわけです。で、ストレスがやはり加齢現象も引き起こしちゃう、さっき言った糖尿病高血圧を引き起こすし、さらにはストレス因子によって、まあ、コルチゾールっていうようなホルモンだとか、まあ、いろんなこう体の代謝に影響を与えてしまいます。するとストレスによってじわりじわりと体が蝕まれていくわけです。ストレスがすごいかかって明日何かが起きるってことはあんまりない、もちろんゼロじゃないけどね、どちらかというとじわりじわりとストレスによる負荷エネルギーがかかってって、ちょっとずつちょっとずつあなたの体を蝕んでいくんですよ。だから短期的に見るとあなたはいや別に普通に見えてるしとか、医者に見してもいやまあ特に何か悪いってわけじゃないですよっていう話です。ただそれがずっと続いてくると、でなんか最近ちょっと悪くなってきたよねって医者に言われたりだとか、自分自身でもいやなんかちょっと最近見づらくなってきたなって感じちゃったりするわけですね。だからストレスというのもあなたをすごく蝕んでしまうようなものなので、まあ、できる限りストレスを避けてるであるとか、ストレス解消法をね、模索してあげるであるとか、まあ、ストレスのね動画も出してるんでちょっとそれも見ていただければと思います。さらには自律神経、つまり自分の血圧とか体をバランスを取るような神経が乱れてくると、まあ、これも加齢現象、年齢にね良くないものなのでちょっと気をつけていただけるといいと思います。じゃあどういうふうに加齢を抑える、つまり年齢老化を抑えればいいのっていうと、もうこれは目だけの話ではないんですね。目特有の話としては手元のものをすごく見すぎたりだとか、ずっと目を酷使するのを避けましょう、あとは紫外線を目に入れるのを避けましょう。これが目にとって特有なものかなと思います。もちろん紫外線ってね、肌とかにも良くないわけなんで、目にも入れちゃいけないよってことなんですけど、さらには運動食事とかの一般的な話ですね。まあ、こんなのはね、もう聞き飽きたと思うかもしれないけども、まあ、そういう体全体の老化を防ぐことが結果として目をきれいに整えてくれて、まあ、一生見えて過ごせるようにしてくれるっていうところがあるわけです。実際、そうやって目が綺麗な方っていうのは比較的やはり元気な方の方が多いわけですよね。すごく体はボロボロで辛い状態だけども、一方で目だけ綺麗な人って、まあ、いるんだよ、いるんだけども、まあ、そう多いわけではないんですよね。一方で、まあ、非常にこう年齢的にね、この年代にしては結構疲れてるよねとか体の状態悪いよねって人はやはり目の方も悪くなるって思っていただけるといいと思います。なので目だけのケアだけではなくて、まあ、血圧とか血糖ってさっき言ったように内科的なケアとか、あとは運動をしっかりするように運動器ね、足腰を良くするであるとか、はたまた食事をしっかりとるために歯医者で歯を見てもらったり、まあ技師、であればそれをちゃんと調整してもらったりとかは気をつけていただいた方がいいです。
だから目だけじゃダメなんですね。歯も治した方がいいし、運動器、運動できるようにね、足腰を良くした方がいいし、内臓全般を悪くしないようにケアしていただくってことが、ひいては目にとっていい方向になるって思っていただければと思います。こんな感じで、あなたができること、普段やるべきことっていうのは日々アップしていきますんで、ぜひチャンネル登録、ベルマークをしてみていただければと思います。で、結構同じ話をね、何度もしてるんですけども、まあ、そうすることで、あなたの記憶に留めたりだとかして、しっかりと定着していければと思うので、ぜひぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。